扉の上の扁平なルネットアメリカ議会図書館のルネットに描かれた壁画。チャールズ・スプレーグ・ピアース・サクレストルネットは壁面の半円形の部分を指し開口部になっている場合もある。フランス語で小さな月を意味する。アーチの土台となっている柱の上に水平なコーニスを差し渡したとき、その上のアーチとの間にルネットができる。ドアの上に 半円形のアーチを形成した時の壁面、または窓がルネットとなる。主玄関の上のくぼんでいて装飾されたルネットはティンパヌムと呼ばれることがある。一般に室内のボルトと壁面の接したところにできる半円形の部分を指して使う。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂のルネットを見て、その部分を最後の審判の構成に利用した。 新古典主義建築のロバート・アダムや同時代のフランスの建築家アンジュイコール・ジャック・ガブリエルらは浅いアーチに窓を設置する方式を好んだ。半円形のルネットは放射状のモチーフに適していた。アーチが大円形の場合、ルネットは扁平になるが、これもやはりルネットと呼ぶ。ルネットが窓になっている場合、これを弦、月草、または扇窓と呼ぶ。 ありがとうございます。